さあ始まりました、リーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びしてゲストのトークを繰り広げるような番組なんですけれども、本日はですね、私一人でおしゃべりをしたいと思います。初めてなんですけれども、25分間お聞きいただければと思います。今回はですね、先日、お客様の紹介でセミナーを行わせていただきました。身だしなみに関するセミナーをやってきました。その内容に基づいて、自分の自己紹介からスーツに関するお話だったりを交えて今回お話ししていこうかと思っております。今回ですね、セミナーのテーマがですね保険会社のお客様に対して行ったものなので、大切な話が相手に伝わる副操術というテーマでやらせていただきました。これはですね、身だしなみっていうのはもちろん大事なので、人に対してどういうふうに印象を与えるかっていうことで、仕事の、うまくいくかうまくいかないかっていうのもだいぶ左右されてくると思うので、そういった意味で相手から好印象を受ける身だしなみだったり、スーツに関して知っておいた方がいい知識だったり、女性から見たら男性のスーツはこういうところが気にした方がいいよっていうポイントだったりを今回話していきました。じゃあ今回はそのですね、セミナー通りに進めていきたいと思います。でまず改めて私の自己紹介からですね。私は1990年の5月15日生まれ、身長は178センチ、A 型で左利き、趣味はサーフィンです。もともとですね、大手オーダースーツ業界で5年間仕事をしておりまして、現在は独立をして身だしなみを通してビジネスの成功を演出する、ビジネスコーディネーターというふうに肩書きを変えて仕事をしております。現在はですね、いろんなお客様のスーツを変えて仕事の、役に立っていただいて役立てていただいたり、企業のブランディングをこう例えばアイドルとかモデルさんの衣装提供なんかでサポートする仕事もしております。で、FM のラジオ局でパーソナリティも担当しております。この段階でですね、ラジオのパーソナリティやってて沖縄ってこと言うと、自分の見た目から沖縄出身っていうことよく言われるんですけれども、自分は東京出身の、東京生まれですね。東京生まれ東京育ちなので全然沖縄と関係ないんですけれども、めっちゃ顔は濃いっていう。で、続きましてスーツの特徴ですね。今回お話ししたのは、YouTube の方でスライドも流そうと思うんですけれども、スーツには大きく分けて3パターンあるんですね。イギリスタイプとイタリアタイプとアメリカタイプで、実はこの3種類のスーツの形っていうか、その源流っていうか流派みたいなのがあるんですけれども、基本的にはイギリスとイタリアが形としては元になっているので、そこからその2つを限定してお話ししていきたいと思います。イギリスの形はですね、これも YouTube のスライド見てもらいたいんですけども、聞きながら分かるように説明していきたいと思うんですけれども、イギリスっていうのはスーツの発祥の国でございまして、もともとはこう制服屋なんかから派生したものでございます。なのでイギリスのスーツっていうのは肩パッドがっちり入って、胸に、ジャケットの芯って言いまして、なんていうんですかね、形を整える芯が分厚いのが入ってますね。なので着せた時にすごく形がかっこいいものがイギリスのものですね。なんなら人間が着なくてもスーツ自体がすごく芸術的なものになっていて、形がすごくかっちりしているものが、イタリアイギリスのスーツですね。でそれに比べてイタリアのスーツっていうのは軽く丸く柔らかくというか、無駄な芯なんかは全部取っ払っちゃって、すごくペラペラしたような作りのものもあるぐらい軽い仕立てになってますね。で肩パッドやなんかももう薄いものが入っていたり、今なんかトレンドでいうと肩パッドがないスーツっていうのも
かなり多くなってきてますね。で、まあ、イタリアのスーツっていうのは人が着ることをやっぱり一番想定しているので、ボディに着せた時よりも人が着た時の方がすごく形が綺麗に出る。なのでどっちかというとこう吊るし、ハンガーに吊るした時にイタリアのスーツっていうのは結構こう立体的に作ってある分、吊るしちゃうと少しこうシワが出たり袖の形がちょっとシワになったりっていうのがありますね。なので基本的にスーツの形がきっちりしているものがイギリスのスーツの形で、イタリアのスーツはそれに比べて丸みを表現して、まあ、立体的に作って、人間の体が、初めてまとった時に形になるような、そういったものが違いとしてあります。続きましてスーツの細かいところなんですけども、ノッチドラペルとピークドラペルっていうのがあります。でピークドラペルっていうのはパーティーやなんかで使われる襟の先が尖った剣襟というふうに呼ばれることもあるんですけれども、尖っているものですね。なんて言うか、ハサミみたいな形というか。で、もう一つノッチドラペルっていうのは、まあ基本的にスーツはノッチラペルって言いまして、襟の先が直線になっているものですね。まあ見かけるスーツは基本的にそのノッチラペルっていうのが多いと思います。で、例えばピークドラペルっていう方、剣襟っていうものはですね、縫うのがすごく難しいんですね。スーツの襟の部分は最後に縫うんですけれども、なのでイギリスのスーツでは特にこう難しい仕立てを作って、まあ他の国に真似されないような仕立てというのを作って、まあ、自分の工場だったり発祥の国だからこそ難しいことをやっているっていうのを誇示したとも言われています。まあ、工場の技術がすごい高かった。で比べて今度イタリアのスーツはノッチラペルのゴージラインって、ノッチラペルと上襟と下襟のこう切り替えの部分をゴージラインと言うんですね。このラインが高いところにあるものはすごく縫うのが難しいです。位置が低いと縫うのは簡単なんですけど、高い位置にあるのもすごく縫うのが難しいので、これもイタリアは高い位置でゴージラインを作って、ハイゴージというんですけれども、それも結構技術のアピールであったりっていうこともあります。イタリアの襟は結構高い位置でゴージラインが作ってあったり、イギリスの襟はピークラペルっていって難しい仕立てのものを作っていたりします。で続いてフラップポケットですね。で雨ぶたとも言われるんですけども、スーツ の外側にポケットがあると思うんですけれども、これ実は物を入れるようには作られてないんですね。仕立てによっては口が閉じられているものもあるぐらいポケットには物は入れないんですけれども、このポケットに上にペラペラと蓋がついてます。幅で言ったら5センチぐらいですかね。蓋がついているんですけれども、これって何のためにあるかって言いますと、外に出た時にですね、埃や塵がポケットの中に入らないようにというようなもので、基本的に外に出てる時にはそのフラップポケットの蓋を出します。で室内に入った時にはフラップポケットの中に入れるっていうのが、これも一応ルールですね、マナーですね。なので人様のお家に上がった時にフラップポケットをしまわないと外と同じというような印象を与えてしまったり、まあ、そこまで今日本でね細かく見る人は少ないと思うんですけれども、まあ、意識していると、よく知ってるなっていう風になると思います。まあ、ポケットに物を入れないにしても埃や塵が入らないようにという配慮ですかね。続きまして、スーツに内ポケットが多い理由ですね。ちゃんとスーツを仕立てたりするとですね、不思議なポケットがいっぱいくっついてくるんですね。内ポケット、まず左側を開けると、まあ、上にチケットポケットっていう、なんて言ったらいいんだろう、全然物が入らないようなちっちゃいサイズのポケットがあって、その下に内ポケットって大きいテレフォンポケットみたいな財布入れるような大きさのポケットがあったり、でその下にタバコが入るようなサイズ の名刺ケースが入るようなサイズのポケットがついてます。で右側にも、大きい内ポケットが一つついてます。でなんでスーツってこんなに内ポケットが多いのかというと、まあ、スーツって紳士の着るものであって、まあ、ダンディズムというか
ダンディーな男の人は手に物を持たずにいざという時女性を助けたりできるように、あの手にカバンや傘やいろんなものを持っていると身動きが取れない、いざという時に身動きが取れないということで、基本的に物は持たずにポケットの中に全部しまえるように内ポケットが多くついております。でイギリスのスーツ、イギリスの発祥なのでイギリスのスーツは胸に入れる芯がすごく硬いものを使ってたりするので、いくら物を入れても表にシルエットの邪魔にならない、このため芯がきっちりしたものを使っているとも言われております。で細かい話なんですけれども、内ポケットの右側の内ポケットですね、右内ポケットの手を入れた時にポケットの上の方にも隙間が空いているケースがあります。普通はポケットって下にこう物が入るように穴が開いてるんですけど、なぜか上にも少し空間が開いてる場合があります。これはですね、長財布を入れて、蓋をきちっと閉まるようなサイズ設計になっております。これはですね、スリに合わないためにきちっとサイズが、財布が閉まえるような大きさで作っております。で続いてですね、ジャケットの下のボタンですね、これね、よく多いんですけれども、スーツのジャケットのボタンを全部止めちゃうって人が結構います。電車なんか乗ってると一番下のスーツのボタンも止めていたりってことが多いんですけれども、これ設計上ですね、一番下のボタンを外して作るようになってる、外して着るようになってます。で、これはスーツの形上止める設計では作っていません。でスーツっていうのは襟の V ゾーンから来てボタンを止めて下でさらにこうフレアのように広がって、正面から見ると X を描いたようなこう X ラインっていうのが出ます。これがスーツのかっこよさであるんですけれども、下のボタンを止めてしまうと変な横じわが出たり、スーツの X ラインっていうのが見えなくなってしまうので、基本的には一番下のボタンは止めません。で3つボタンのスーツの時も真ん中のボタンだけ止めて上と下は外すというものが多いです。上のボタン2つ止めるっていうスーツもあるんですけれども、最近あんま見ないですけれども、一番下のボタンは必ず外します。続きまして本セッパって言いますね。袖口のボタンについてなんですけれども、袖口のボタンは、たまに開けられる仕様になっているものがあります。イミテーションでボタンの下に縫い目だけついていて袖口のボタンは開かないっていうものも結構多いんですけれども、袖口が本格的な仕様のものは開くようになっております。でこれなんで開くのかって言いますと、スーツってもともと乗馬服、乗馬から派生した服でございまして、馬に乗って、走ってる時に、外の風が寒かったりすると、鼻水が出ちゃったり、涙が出たりすると思うんですけれども、そうした時に袖をジャケットの袖をまくってシャツで拭いて袖、ジャケットのボタン、ジャケットの袖をまくって元に戻すというようなことができます。それで、汚れを目立たないようにするためとも言われてますし、全部外れることで、スーツって一着がすごくいいものなので、自分の孫や子供にもこう着せてあげる、サイズ調整して着てもらうために、袖の長さを調整するためにボタンを外して袖をまくって、袖の長さを調整できるようにということも言われております。続いてジャケットの着丈についてですね、上着の着丈が、結構短いスーツがちょっと前まで流行ってたんですけれども、これは基本的にお尻がちゃんと隠れる長さというのが適正です。で、オーダーする場合はですね、どっちかといったら自分の好きなように作れてしまうので、長くても短くても自分が好みを言えば店員さんはそういう風に作ってくれると思うんですけれども、ちゃんとした着丈で作るとスーツっていうのはすごくかっこいいです。足も長く見えますし、なので短い丈が流行っているのは多分こう一時期のトレンドなんですけれども、基本的にスーツのトレンドそんなに変わらないで、クラシックなものが正式なものなので、着丈、ジャケットの丈はお尻がちゃんと下まで隠れるようなものを選びましょう。続きましてポケットチーフはリネン、麻のものを選んだ方がいいです。でまずポケットチーフって、使ってる人少ないと思うんですけれども、ジャケットの胸のポケットに忍ばせる
スカーフみたいなちっちゃいサイズのハンカチのようなものですね。でこれをちょっとこう覗かせてると、すごく人と差がつきます。でポケットチーフ使ってる人ってすごく少ないので、でもこれ1000円とか2000円程度で買えるものなので、本当に簡単に人との差がつける上級者向きな、初心者向きなアイテムなので、ぜひ買ってみてほしいです。でなぜリネン麻のものを選んだ方がいいかと言いますと、一番昔に使われていたのが麻のチーフなんですね。でなんで麻を使ってたかというと、麻ってすごく、水を吸います。吸水性があるので、麻に、コロンとか香水ですねを吹きかけて胸に忍ばせることでいい香りがして、街のこう臭い匂いとかをこうチーフの香りで紛らわす、そういうような使い方をしてた人もいますし、女性なんかが来た時にハンカチというか麻のチーフを振っていい香りを漂わせるみたいなことも使われていました。なのでもともとその源流をたどると、ポケットチーフの最初は麻を使っていたので、白い麻のチーフを使うと、フォーマルな場にも対応しますね。なので迷ったら麻の白いチーフを買うといいと思います。で、次はですね、女性がチェックした方がいい男性のスーツてかスーツスタイル、ビジネススタイルでのポイントについてお話ししていきます。こういうところを気を使えてない男性は惜しいなっていう話なので、今日聞いてぜひ明日から活かしてもらえればいいと思うんですけれども、まず第一、シャツが透けて中のランニングというか下着が透けちゃってる男性、これは良くないですね。透けない生地を選ぶためには、シャツ生地が、正面から見て斜めにこう畝のように線が入っているシャツ生地を選ぶと割と透けにくいです。綾織りというものなんですけれども、斜めに線が入っているものを選ぶと、もちろん無地なんですけども、よく見ると斜めに線が入っているものを選ぶと透けにくいです。で続いてネクタイの長さですね。これもネクタイ結ぶときに、短くなっちゃったりやたら長かったりすることがあると思うんですけれども、ネクタイの長さの一番の適性は、ネクタイを締めたときに自分のベルトに、ネクタイの剣先がかかるかかからないかぐらいが一番綺麗な長さです。でこれより短くてもこれより長くてもアンバランスになってしまうので、ベルトにかかるかかからないかぐらいを意識しましょう。で、ちっちゃい方の剣ですね、小剣という方もネクタイの台剣の長さを超えないぐらいがベストです。続いてシャツのバランスですね。ジャケットを着た時にインナーのシャツが袖口から1から2センチぐらい少し見えてると、とてもバランスがよく見えます。スーツからシャツが出ていないとですね、すごく短く感じたりちぐはぐな印象を受けてしまうので、オーダーシャツを作るとですね、袖っていうのはすごく長めに作ります。これはですね、手を伸ばした時にも、手を曲げた時にもシャツの位置が長さでアクション、遊びがあるので、袖口からシャツが短くなったり長くなったりしないように、少し長めに作っておきます。これも覚えておきましょう。次ですね、センタークリース、スーツのスラックスの前のプリーツですね。折り目が消えてる人って結構いるんですよ。特に夏場なんて足に汗かいて折り目が消えやすい時期なので、これも気をつけてほしいですね。できるだけ、折り目はつけた状態で、朝ちゃんとアイロンかけていきましょう。でクリーニング屋さんなんか行くと折り目加工っていうことをしてくれるところもあります。なんか溶剤を使って折り目を固めるっていう作り方もあります。すいません、ここで一旦ラジオ番組なので CM を入れます。ここで一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、
ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、CM 開けました。変なタイミングで CM 入れてすいません。ちょっとラジオだっていうことを忘れて自分で喋ってしまったんですけれども、最後ですね、あの女性から見た男性のスーツのポイント1点は、革靴ですね。革靴は基本的にちゃんと綺麗にしておきましょう。これはあの簡単にブラッシングだけでホコリが落とせますので、毎日磨けとは言わないんですけれども、ホコリを落としてブラッシングするだけでツヤは出るので、それだけでも気をつけていると、足元を気をつけている人は多分全体的にバランスも綺麗になっていると思います。はい、というような話をしていったんですけれども、実際のセミナーではですね、これをもうちょっと短く話して、自分のスーツ、オーダースーツを始めるに至った経緯なんかもお話ししました。まあ、簡単にこれもお話しさせていただくと、僕小学校の頃パン屋さんになりたくて、中学校の頃は漁師さんというか海に関わる仕事をしたくて、で高校生の頃アパレル関係の仕事をしたいと思ってました。で、まあ、なんでかっていうと、ずっと多分自分は好きなことを仕事にしていきたいっていうふうに思ってました。でそんな中で高校大学と、そういうふうに、あ、高校でそういうふうに思いまして、大学では、まあ、洋服関係の学校に行って、まあ、スーツを作ったりもしました。実際に一から型紙を起こしてスーツを作りました。で、卒業制作ではですね、ビートルズのような英国スーツ、正統派の英国スーツっていうのをテーマに作りました。で、自分が入社した会社がですね、たまたまポール・マッカートニーがその会社でスーツを仕立てておりまして、まあなんかすごい偶然だなと思いながら、そんな話もしました。で、その後ですね、まあ5年間あの営業販売というふうにお客さんの自宅に行って仕事さんのスーツを仕立てるということをしつつ、まあ、いろんなお客さんから面白い仕事をもらってですね、美容室で髪を切った後にスーツもかっこよく変身させようみたいな美容室とコラボレーションした企画を担当させてもらったり、東京農業大学で、リクルーター向けの、 着こなしセミナーですね、新社会人に向けた着こなしセミナーだったりもやりました。最初は人が集まんなかったんですけど、2年3年ってやっていくとだんだん人が集まってきて、まあ、これはすごくお金にならない仕事なんですけども、ものすごいやりがいはありました。まあ、そんな中ですね、自分の可能性っていうのを試してみたいなと思って独立も考えました。で、まあ、独立に至った一番の大きいポイントはですね、1年間僕工場で研修させてもらってスーツ作りを学ばせてもらいました。そんな中1年間こう3日4日間ぐらいですかね、岩手の方に出向いてやってたんですけれども、その時間を取られながら、営業での自分の1年間の予算はすごく上がった状態で時間を短縮しながら同じクオリティの仕事をする、さらにもうちょっと上げていくということが、まあ、1年間やってできたので、それはすごく自分にも自信ができて、まあ、時間っていうものを大切にしながら仕事をしていけるようになりたいなと思って自分も独立を決意しました。まあ、ざっとちょっと話してしまったんですけども、こんなことをですね、セミナーでお話ししました。今回は一人喋りでやらせてもらったんですけれども、まあ、スーツについての疑問質問なんかあれば、メール見ていただければ、お答えできればと思います。まあ、最後に、メールのアドレスを教えておきますと、FM ギノワンの方に送ってもらいたいんですけれども、797@fmginowan.com、 こちらまでお待ちしております。では、また次週ゲストが来ればゲスト自身お話ししたいと思います。ありがとうございました。どんどんちゃちゃどんちゃ騒ぎ、一気に飲んでいこうよ。
ても吸っても吐いてもシュービーズバー。